凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ごめんね、笑ってやって、やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの、綺麗事じゃないけど綺麗で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの、理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらない、その不条理が今きつく縛りつけんだよ。臆病な僕のこの一挙手一投足を、言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに形は崩れ落ちて溶けていって消えてしまうけど、でも僕が選ぶ言葉がそこに託された思いが君の胸を震わすのを諦められない、愛してるよりも届くまで、もう少しだけ待ってて、薄着でただそばに立ってても不必要に汗をかいてしまう僕なんかも、どうしたって生ぬるくて君を痛めつけてしまうのだろう。手のひらが熱いほど心は冷たいんでしょ、冗談でもそんな残酷なこと言わないでよ。別に言えばいいけど全人生をかけてもちゃんと覆さしてよ。救いたい救われたい、このイコールが今優しく剥がしていくんだよ。固い理論武装、プライドの過剰放送、優しさよりも優しさが欲しい、そしてそれを受け止めるのはイルミネーションみたいな、太くて多数じゃなくてただ一人君であってほしい。改めまして大阪からやってきましたシンガーソングライターのさんです。ありがとうありがとう、よかったら1曲だけでもいいので聴いててね。割れた日々を直そうとして、足しすぎた熱量で惹かれてしまった肩、そんな失敗作を重ねて重ねて重ねて見つけたいんだ、いつか最高の一期一会。君にプレゼントしたとして時間が経ってしまえば大抵記憶からこぼれ落ちて溶けていって消えてしまって、も絶えず僕らのストーリーに添えられた字幕のように思い返した時、不意に目をやる時に君の胸を震わすのを探し続けたい、愛してるよりも愛が届くまで、もう少しだけ待ってて、言葉など何も欲しくないほど悲しみにいてつく夜でも勝手に君のそばで、あれこれと考え雪が溶けても残ってる。ありがとうございます。ちょっと最後怪しかったよな。
バレた。ありがとうございます。改めまして大阪からやってきました、身長148センチ、サラです。よかったら誰やねんって方を前にフライヤー置いてて、ちょっと飛んでいっちゃいそうなんで蓋カパってしてるんですけど、全力で受け取っていただきたいので、ぜひどのタイミングでも取りに来てください。あと今日1時間ぐらいで終わらせていただくんですけど、最後に集合写真皆さんとぜひ撮りたいので、写っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。1番韓国語で2番日本語で歌わせていただきます。二人寄り添って眺めて
幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない、ただ君とずっとこのまま一緒にいたい、素直にそう。見てきてくださった方も、初めましての方も、ありがとうございます。大阪からやってきましたシンガーソングライターのサラです。後ろの方多分見えてないですよね、148センチなんです。覚えて帰ってください。Where you're going まだ明けない夜は愛想尽かして、期待はもうしない、あなたはもういない。凍りついた声、誰も溶かすことできずに、ただ広がるスペース。青いままのフレームズ、溶ける天雷。照らして二つになった影を残して。時はもう何もやさない、繰り返しのシーン、瞳の裏張り付いたスクリーン。 Don't say it's too late to say I need you. Don't say it's too late to say I miss you. Tell meMaybe you're right, maybe you are lies, better ways than me. でも知らない、誰も知らない、あなたがいたって。何度も確かめるほどに、砂のようにこぼれ落ちた。もうきっと戻せないの。Tell me why is it?You inside and now 目に見えない才衝で才はでも Tell me who is inside 許されるなら Let me in you again And just stay, please just stay Maybe you're lying, maybe you are lies Better wisdom meI need you here, so I need you here. You are never let you down. Maybe you're lying, maybe you are lies, but the wisdom of me. Maybe you're lying, but let me in your life just one night. リクエストありがとうございます。ミレイさんのインサイドユーという曲でした。
曲でした。この曲今 YouTube にねスタジオセッションの動画も上がってますし、今回3月中旬に発売決定した、ミニアルバムにもボーナストラックで入ってるのでデジタル未配信です。よかったらぜひ後でね先行予約、特典付きの先行予約受け付けてるのでぜひぜひしていただければなと思います。終わった後にみんなで写真撮ろうな、撮ろうな、よし、よし、
それでもいい、それでもいいと思える恋だった。戻れないと知ってても、繋がっていたくて、初めてこんな気持ちになった。たまにしか会うことできなくなって、口約束は当たり前、それでもいいから、叶いもしないこの願い、私の願い、今日もあなたに会いたい、それでもいい、それでもいいと思えた恋だった。いつしかあなたは会うことさえ拒んできて、一人になると考えてしまう、あの時私忘れたらよかったの、でもこの涙が答えでしょう。心に嘘はつけない、怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てはおかしいでしょう。ありがとうございます。 HY さんが366日歌わせていただきました。ありがとうございます。リクエストありがとうございます。
マイク入ってなかった。改めまして大阪からやってきましたシンガーソングライターのサラです。みんなここでちょっとだけ告知させてください。東京でね最近ちょっと全然ライブできてなかったんですけど、全然詳細は言えないんですけど4月27日の夜開けといてほしいです。東京で開けといてほしいです。歌うんでよかったら開けといてください。よろしくお願いします。東京以外の方いらっしゃいます？改めまして大阪からやってきましたシンガーソングライターのサラです。ありがとうございます。ありがとうございます。撮った動画絶対もタグ付けして載せてくださいね。可愛く撮ってくださいね。可愛く。時の中で、あなたと巡り会えた。二
不思議ね、願った奇跡がこんなにもそばにあるなんて。会いたい思いのまま、会えない時間だけが過ぎてく。扉すり抜けてまた思い出して、あの人と笑い合うあなたを。愛しき人よ、悲しませないで、泣き疲れて眠る夜もあるから、過去を未来で見つめて、私だけ You're everything、その日を。愛しき人よ、抱きしめていて、いつものように優しい時の中で、この手握って見つめて、今だけを。Ooh.
とうございます。リクエストありがとう。ミーシャさんの、ブリティング歌わせていただきました。みんな寒くないですか？大丈夫？寒くない？聞いてください。しずく音のない世界で一人流れる雫は赤い見えてる景色は暗いああもう疲れたよいつの間にか日が差し黒くなった雫は今さらキラキラと輝いて見えるああ綺麗だな ずっと誰かにただ聞いて欲しかっただけなのにきっと生きるのが怖かっただけなんだは重い過ぎてゆく日々を思い降り続く雨は痛い迫り来る夜が怖いいつの間にか日が差し黒くなった雫は今さらキラキラと輝いて見えるああ冷たいなずっとThank you.
がとうございます。オリジナルソング雫という曲を歌わせていただきました。この曲、各ね皆さんのお持ちの、音楽アプリでも配信されてます。ぜひフライヤー手に取って情報ゲットしていただきたいのと、 YouTube に、ミュージックビデオ上がってます。皆様のおかげで1万回再生いきました。ぜひぜひもっとたくさんの方に聴いていただきたいので、シェアしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。歌い終わった後ね、あと2曲歌うんですけど、皆さんにお会いできたので記念写真撮りたいので、ぜひぜひ事務所 OK な方は写っていただけると思います。よろしくお願いします。僕が一番欲しかったものをどうしようかな。この曲で私みんなもっちゃんの部屋さんに載せていただいて、すごいねいろんな方に知っていただけた、すごい思いなんかね素敵な曲なんですけど、牧原さんのみんなとつなげてくれた曲ね、お待たせしてごめんな曲なんですけど、どうしようかな。バラードピアノだけのやつか音源か、原曲通りのなんかポップな感じの伴奏か、どっちがいいかな。多数決取ります。ピアノだけ、マッキーさんの本家の音源。なんか一緒ぐらい。あでも、ピアノの方が多かったかな。ピアノで歌わせていただきたいと思います。で、今歌った雫とか夜クラゲとか、この後に歌うオリジナルソングも、入ったミニアルバムが3月中旬に、発売決定しました。特典付きの、予約、事前予約が、今日から始まってます。それと引き換えで、予約していただければなと思います。特典ついてるよ3つ、よろしくお願いします。さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、また誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたけど、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。結局僕はそんなことは何度も繰り返し、
てみたら、僕の飽きたものでたくさんの人が幸せそうに笑っていて、それを見た時の気持ちが僕の探していたものだとわかった。今までで一番素敵なものを僕はとうとう拾うことができた。ありがとうございます。マッキーさんの僕が一番欲しかったものを出していただきました。ありがとうございます。いつかきっときっと向かい合える、いつかきっときっと笑い合える、どんな壁もその距離も気にしなくていい、そんな日がきっときっと来るよね。そう何度も言い聞かせながら、先のない話ばかり繰り返す、ニュースや報道も聞き飽きたよ、ふと楽しかったあの頃思い出す、あの人は元気かな、今何をしてるのかな、タイムラインで毎日会えるのになぜだか遠く感じて、いつかきっときっと向かい合える、いつかきっと方もあと2曲だけ聴いていってほしいです。よろしくお願いします。あの頃は約束もせずに集まって騒いだり、今ではその約束すらできなくて、画面越しの顔指でなぞる、すぐそこにいるのに何かが違うんだ、あなたに会いたい今すぐに、いつかきっときっと向かい合える、いつかきっと距離も気にしなくていい、そんな日がきっときっと来るよね。きっと、いつかきっときっと向かい合える、いつかきっときっと笑い合える、どんな壁もその距離も気にしなくていい、そんな日がきっと
きっと来るから。ありがとうございます。オリジナルソングいつかきっとお届けいたしました。この曲も Apple Music とか皆さんお持ちのミュージックアプリで聴けるのでぜひ聴いてみてください。あと新しくしたミニアルバムにも入ってるのでぜひぜひ予約していただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。最後ありがとうという曲を歌って終わりたいと思います。ミュージックビデオがねファンの方の結婚式にお邪魔させていただいて撮ったものをミュージックビデオにしてて YouTube でたくさんのご好評いただいてるんですけど、結婚式近い人とか結婚式あげる予定とか結婚する予定があるとか彼ピッピと結婚しようかなと思ってる方とか娘が結婚するとか息子が結婚するとか何でもいいです。結婚される方にぜひおすすめしていただければなと思います。流してください、勝手によろしくお願いします。で今聞いていただいている方はお母さんお父さんのことを思ったりとか息子さん娘さんのことを思い浮かべながら聞いていただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。おはよう、ただいま、当たり前の日々が幸せだったと気づく時に遠ざけ、心ない言葉であなたをたくさん傷つけたね。こうして甘えてばかりだったけど今この想いを届けたいんだ。あなたがくれたたくさんの愛私はちゃんと返せてるかな。いつも私の味方でいてくれたあなたに心から伝えたい。ありがとう。ごめんね、ありがとう。たったその一言がいつも素直に言えなくて、そんな私をあなたはどんな時でも優しく包んでくれたね。思いはいつも後から溢れてきて、まだまだ不器用な私だけど、あなたがくれたたくさんの愛これからもずっと忘れないよ。どんな私でも愛してくれ心から伝えたい。ありがとう。元に生まれてこれて本当に幸せだよ。これからも何があってもあなたを愛し続けるよ。あなたいつも私の味方
とうございます。いつも応援してくださって、いろんな曲聴いてくださって本当にありがとうございます。今年もね、まだまだもっともっと上に行きたいと思いますので、ぜひ皆さんのお力添えいただけると嬉しいです。今日はちょっと寒い中、遠いとこからもありがとうございました。サラでした。ありがとうございます。